はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。新型コロナウイルスのこともちょっと気になるところなんですけども、今日はですね、速稼塾の紹介をちょっとしていこうかと思います。まあ、速稼塾の紹介としても言ってもですね、速稼塾のセールスをするわけではありません。私はですね、まあ、速稼塾っていうインターネットビジネススクールを始めたのが2013年だったんですけども、当時はね、赤字でどうしようもない麻雀店を抱えていたわけなんですよ。この麻雀店の赤字を、まあ、月にね、100万とかっていう赤字が出ていましたんで、この100万だけでもなんとかできないかなと、月収100万のものを作って、それで赤字が埋められないかなと思って始めたんですけども、まあ、この速稼塾はですね、月収100万どころではなくて、やっぱり200万とか300万っていうのを作り出してくれたんでね、私は麻雀店を、まあ、辞めることができたと言いますか、全ての借金を返して辞めることができたんですよね。で、それが2015年ぐらいだったんですけども、2015年から私はもう完全に黒字の人生が始まりました。人生の中で一回も黒字になったことがなかったわけなんですけども、2015年、40歳になってやっとね、黒字の人生が始まったわけなんですよ。それから2016年に隠居という形で私は町を退いて、この今いる広島県の福山市というところに家一軒家を一括で買って隠居しました。それからというものを私は特に義務や責任や仕事っていうものですかね、こういったものを、労働っていうものをあんまり積極的にやらずに、毎日ね、この私の自宅からこうやって YouTube 放送しているという形になります。それでですね、この私の速稼塾というものですけども、現在どのように運営されているかってことなんですけども、速稼塾の入塾代金っていうのは30万円ですけども、支払いを30年ローンにしています。ですから30年のどのタイミングで払ってもよし、もしくは価値がないと思ったら払わなくてもよしっていう形にしております。で、速稼塾の中でね、お話していることっていうのは主に4つありまして、1つはですね、隠居 TV と言いまして、私の毎日のこういった放送の一般公開版、これ一般公開版ですよね。そして非公開版、これは多くの方に目に触れません。こういったものを2つの視点から、隠居している私から社会を切った情報というのをお届けしています。そして2つ目がね、 FX 塾ですね。今となっては私もですね、3年かけて FX が得意になりましたので、 FX で勝てる方法をここでバン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 紹介しています。特に私は FX で指導者としての力量はないと思います。そこまでは強くないんでね。だから私の FX をなんとなく見て勝てる人用に作っています。次、 YouTuber 塾ですよね。やっぱり YouTube ってものをどのように活用するかがビジネスの肝になってきますので、特にお店をされている方とか会社員で勤めてらっしゃる方、この方たちの YouTube っていうのが圧倒的に少ないんで、ガラ空きの了解になってます。この店舗をされている方や会社員としてお勤めになっている方のための YouTube を鍛えるチャンネルでもあります。私は40歳からインターネットの全てのことを始めました。それまでは本当にインターネットのね、Facebook のアカウントすら、Twitter すら使ったことがない人間でした。単なる麻雀屋の親父でしたから、毎日麻雀やってたわけですよ。それ以外のことはしてない人生でした。40歳からパソコンってものをよっちゃらこっちゃらと、メルカリで買った1万2000円の中古のパソコンから始めました。Chromebook ってやつね。そして今ここに至っています。で、次ですね。番外編という形で、世の中にはあんまりないんだけども、圧倒的に稼ぐ方法があるんだよと。例えばね、今ね、IR 法案を追い風にしたカジノ投資っていうのがあるんですけども、月利で 50% から 120% なんですよ。こういうのがあるんですよ。こういうのを放置しておいて、お金が生まれるものも、まあ、たくさんの収入源のうちの一つで持っておけばいいかなと思って、そういう番組も作っております。そしてですね、もう一個ありました。すいません。MLM 塾ですね。MLM です。マルチレベルマーケティングというやつなんですけども、これをね、日本に浸透しても40年ぐらいになりますけども、扱える方が非常に少ないんですよ。なんでネットワークビジネス下手なんですかね、みんなね。ネットワークビジネスが下手ってことは、紹介ができないってことだと思います。紹介ができないってことは営業ができないんですよ。人を紹介する、情報を紹介する、会社を紹介する。これによって世の中成り立ってるのに、これができる人っていうのは世の中のたった一部なんですよ。そのたった一部の人が MLM っていう道を手にすると、そこではまたね、力を出すわけなんですけども、結局ね、何かを紹介するのが下手な人って、ネットワークビジネスもダメなんですよ。でも私がこのネットワークビジネスで紹介するのは、誰にも紹介しなくてもお金が増えるネットワークビジネスなんですよね。で、こういったものを中心にどのようにビジネスセンスを鍛えていけばいいかってことも毎日放送しております。その他ですね、特典としましては、2013年からの速稼塾のカリキュラムを全てそこに入れておりますので、2013年どんなことをやっていたのか、私の過去の映像とか過去の、ね、データを見たい方は無限に教材がここから掘れるということになっております。以上のような形でね、お送りしておりますので、今日から速稼塾をご受講の方も本当にありがとうございます。ご受講くださいましてありがとうございます。まあ、損のない内容になっておりますし、損したなと思ったら支払い止めればいいんでね、
もちろん一括で払ってくださる方でも結構多いんで助かってますけどもね。だいたい 60% ぐらいの方が満額をもうね完了してくださってます。でもだからといって分割払って ね全然いいですからね。私一番最年少は高校生の方が入塾されていて、この方は月に1000円というふうな形にしております。月に1000円で儲かり次第全額払うみたいなね約束だったんですけども、これも私が指示したわけではなくて、入塾する前にどのように支払っていくかということも最初のカリキュラムとして、入塾希望者の方に決めていただいています。こんな形でね速稼塾の紹介させていただきました。皆さんを利益にもたらし、そして1円も損させないようにしていくのが速稼塾の運営方針でございます。これからもよろしくお願いします。よろしく、メカドック。